どうもお疲れ様です吉田さん私はね自分が稼げた方法を人に伝えれることがすごくストレスがないなと思うんですよあの。インチキなことを教えるのって結構本当のこと言うよりも難しいんですよね。それは当たり前ですよね。 だって自分が体験もしてないことをさも自分が体験したからに伝えることって難しいと思うんですよでも自分が体験したことってそれそのままデコレーションしなくてもいいわけですから簡単ですよアフィリエイトで稼ぎました転売デモ枠きました暗号通貨で当てましたで FX で買ってますとかねこれそのまま撮ったの送るだけですからねでもこれにインチキを入れようと思うと画像を加工してみたりとか行動をいじってみたりとかちょっと専門的に詳しくならないといけないんですよね うんでしかもこう心も痛むしね <laughs> そういうとこかなと思いますよねで嘘は続かないんですよねだからねずっと嘘,嘘を続けていると両親の呵責にものすごく苛まれて気持ちよくお金を使えなかったりしますんでね相当な悪人だけですよ嘘をついてへっちゃらんのは <laughs>、まあ、そういう人もいると思いますけどもあとはね視聴者さんが選ぶっていうことになると思いますあ確かにこの人の言うことはそうだよねとかね 自分もやってみようかななみたいなねでよくね本当に稼げる方法があるんだったら自分で一人でやってね誰にも言わないじゃないかっていうのがあるんですけども私は本当に稼げる方法があるんだったら広めたいなと思うんですけどもねどうですかねもっと上手になる方法とかもっと楽しくなる方法って自分1人人ででこっそり人にね出ししし惜みちゃうもんなんなすかねなんかそうは思わないんだけどなこれ美味しいよ食べてみなっていうふうに。 進みませんいい方法ってだ食べに行ってまずかったものをねあそこの店おいしいよっていうのってどうですかなんか両親の呵責もあるし「お前まずかったじゃないか」って怒られそうじゃないですか <laughs> うんまあそういうところも多分多,分多くの人の考えと違うとこじゃないですかね確かに多くの人は本当に稼げる方法があるんだったらわざわざ人に教えたりとかねましてやそれにお金取ったりしないんじゃないのって言ったら「えでも実際に東大に合格する方法があるのに人に物を売ってますよね」とかね 実際に就職に有利になるような面接の仕方っていうのをいくらでも世の中はセミナーとか本とか売られてますよね。それは儲けのために売ってるんじゃないですか儲かるし、しかも人の役に立つしってことでやってるんじゃないですか自分が儲けるためだけにやったら実績を出すことができないんで、すぐに潰れますよと。FX オリガルヒね、1年経ってもう6割以上の方がプラスですからね、初心者から1年で。うん、でこれが まあ、みんな稼げませんってことになると私が教えてることもインチキだし当然インチキを教えてたら誰も稼げないから評判もなくなって2年目とかはなんないですよね。うんだから本当なんか、あのー、正直が一番簡単ですいったいし